栃木県の取り組みを丸ごとそして分かりやすくお届けしている丸わかり栃木。今回のテーマは栃木のグリーンツーリズムです。まずはグリーンツーリズムの概要から説明します。グリーンツーリズムは一般的に農村地域で自然や文化、食、そして人々との交流などを楽しむ活動のことを言います。栃木県ではグリーンツーリズムを都市住民が地域と関わりを持つための入り口と位置づけ、農村地域の活性化につなげるため、グリーンツーリズムに関する情報発信や研修会、シンポジウムの開催などさまざまな取り組みを行っています。県内の農村では各地でグリーンツーリズムの活動が行われています。今回はそんな地域の一つ、栃木市大平町ぶどう団地にやってきました。こちらで活動しているのは NPO 法人大平山南山麓友の会の皆さん。17年前に NPO 法人を立ち上げ、オーナー制の体験農園などの活動を行っているそうです。藤野さん、こちらではどんな取り組みを行っているんですか？はい、やはり収穫体験ということで、7品目の収穫体験をしています。これは地元の大中寺っていうお寺さんがあって、そこにまつわる伝説が、七不思議伝説っていうのがありましてね、それにちなんでですね、7品目の収穫体験をやっております。じゃがいも、生食のぶどうとかですね、秋になってさつまいも、あるいは冬になってキウイフルーツも、で新たにこのワイン用のぶどうの収穫っていうのも7品目の中に今入れてます。その他に何か取り組んでいることありますか？はい、ハイキングコースの整備とか、ハイキングのイベントも催したりしてます。本当さまざまなプログラムを行っているんですね。 ではですね、今回私もワイン用のブドウの収穫体験をしたいと思います。ちょっと軸が結構硬いんでね、力入れるかと思います。わかりました。じゃあいきます。よっ、あ、取れました。よいしょ。おー、大きい。立派、ずっしりしてます。そして収穫したワイン用のブドウを今回はジュースにしていただきました。うん、おいしい。すっごいおいしいです。はい、そうですね。濃いでしょ。うん、濃厚。はい、甘いです。でも若干酸味もあって、はい、爽やかでとっても美味しいです。藤野さん、はい、今の活動を通してこれからどんなことを期待したいですか？はい、今若い方が少しずつこちらに参加してくれ始まりましたんでね、そういう若い方と一緒になってどんどん活発にやっていきたいと思います。私もジュースとっても美味しかったですし、ありがとうございます。その土地の魅力を知ることができるというのがいいですね。そうですね、はい。皆さんもグリーンツーリズム参加してみませんか？一度体験すれば皆さんもきっと栃木の農村ファンになること間違いなしです。今回の丸わかり栃木は栃木のグリーンツーリズムについてお送りしました。次回もお楽しみに。